週間の天気をお伝えしていきます。30日土曜日は広く日差しが届くところが多くなりそうです。ただ31日日曜日以降は雲が広がり雨が降るところもありそうです。ということでぜひですね、日曜日、以降雲が多くなりますので土曜日の日差しを有効に活用するようにしてください。2日になりますと東北から関東の太平洋側では湿った空気の影響で雨が降りやすくなりそうです。外出の際にはカバンの中に折りたたみ傘を入れておいてください。気温を見ていきますとこの時期らしく朝晩と日中の気温差は大きくなりそうですが平年並みという日が続いていきそうです。また詳しい情報、最新のお天気の情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。